Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente la société Wakase qui fabrique du saké au Japon et en France. La société Wakase a été fondée en 2016 et l'année dernière, elle a installé enfin la fabrique de saké à Paris. Mais bien sûr, je ne peux pas aller en France pour visiter la fabrique à Paris. Mais du coup, je vais visiter sa première fabrique de saké située au quartier Sengenjaya, près du quartier Shibuya. Et il y a quelques mois, j'ai eu la chance de goûter son saké fabriqué en France et je l'ai bien aimé. Et c'était la première fois que j'ai vu un saké de la France. Et du coup, je me dis que c'est intéressant de savoir quel type de riz est utilisé et le processus de la fabrication est différent de celui du Japon. Et il y a des différences entre le saké japonais et le saké français. Bref, il y a beaucoup de questions à leur poser. Donc, on va découvrir ensemble leur fabrique de saké située au quartier Sengenjaya. Ikimashou. Voilà, arrivé devant la boutique et le restaurant et la fabrique de saké Wakase. Alors, on y va. Tiens. Merci, c'est important. フランスの蔵に実際に行って、蔵人としても働いていました。お米はここの三軒茶屋の醸造所では、創業の地の山形の米を使っています。ただ、フランスで作っているお酒については、断質のたまる地方のお米を使わせていただいています。日本では結構お米は半分以下ぐらいで、半分以下ぐらいまで磨いてしまうことはあるんですが、フランスでは一般的に食べられている大きさのサイズそのまま、使っています。で、品種についても今 3から4ぐらい試していて、今年1年は何がどうお酒の味に影響してくるのかということを見ながら、いろいろお酒を作っていたという感じです。お酒の作り方についてはほぼ手順は変わりません。ここでは三軒茶屋醸造所のお酒の作り方の手順ですね、一例で、壁にかかせていただいてるんですけど、 米を洗って蒸して、タンクの中に入れて発酵させて、でそれを絞るという発酵させる、この状態ってすごいドロドロの状態なので、その濁ってる状態のものを干して、澄んだお酒にしてあげて、完成という流れですね。これは、フランスの方では変わりません。ただ、フランスでは日本と全く違うような条件、例えば、水が硬水であったり、米が 全く磨いてないお酒を、お米を使っていたりすることから、それに合わせて、レシピを変えたりして、工夫はいろいろとしています。ただ基本的な工程は変わりません。味わいの違いということなんですけれども、結構日本酒はですね、日本で飲まれる一般的なタイプはかなりクリアな、綺麗なタイプというか、なんていうんでしょう、透明感のあるものの方が多いです。 でも、そうすると結構他の食事に負けてしまって合わせづらいっていう側面を同時に持ち合わせています。なので、僕たちは現地のパリでお酒を作るわけですから、そこでの食事に合わせられるような、お酒を作りたいと考えています。で、幸い、お米は水がかずに作るとですね、かなりこう味わいの通しとした、お酒にもなってるので、かなりお料理とも合わせやすい側面もあります。で、他には、かなりこうお米をですね、なんていうんですか、 溶かしてあげて甘さを出してあげたりとか、あと、独自、我々の持っている技術で、ちゃんと酸味を出してあげたりとかをすることで、フランスでの、フランスのかなり食文化が多様な地ですけど、いろんな食事に合わせられるような、お酒を目指して、作っています。なので、若干ちょっと日本との違いはありますが、かなり、方向は違えど、いいものを作ろうという思いはあります。 フランスの現地の方なんですけれども、マーケティングの方ではずっと現地の方と一緒に雇って働いていたりもします。実際のその蔵で生産する方についてもですね、最近すごい日本酒についてね、熱い思いを持ってくれてる方がコンタクトを取ってきてくださって、実際一緒にちょこちょこと働いたりもしています。
で、実際僕たちも、日本酒の作りについてもですね、どんどん日本酒って何だろうというところから、始まるかと思うんですが、発信していきたいっていう思いも強く持っているので、でもしそれでかなり興味が出てきた方は、ぜひコンタクト取っていただけるととても嬉しいです。あっちでの作りで大変だったことっていうのは、いくつか、本当にたくさんあるんですけど、例を挙げるとすると、なんて言うんでしょうね、機材があまり豊富でないっていう点が一個すごい大きいですね。日本だったら、あちらの、ここで作ってる醸造所とかも、かなりその他の酒蔵で使うような、ものが、すでに商品としてあって、それを、入手することができるんですけど、当たり前ですが、あっちでその日本酒用の機器とか売っていないので、例えば、配合っていうその混ぜる、棒だったりとかは、かなり特注で作ってもらっていますし、そういうところを、オーダーメイドしてもらって、オーダーメイドして発注して、でそれをその調整して、初の日本酒の、なんですね、全然作られていない蔵を作るっていうのは、なかなか大変だったことですし、かなりその違いが、最初、なので日本で慣れていた動きと違ってくるなっていうのは1個あります。あとは、水とかもお米とかも全然日本のものと違いますね。水は日本では結構軟水がいいとされてるんですが、フランスでは現地の硬水のお水を仕込み水として使っています。でこれは全然水質で変化させることもできるんですけれども、それってあまり意味がないなっていうふうに僕たちは考えていて、というのもですね、日本酒をどんどん世界に発信したいときに作り手の数が増えなければそれって全然意味がないと思っていて、でそれはやっぱりウイスキーとかワインを見ても世界中に作り手がいるお酒たちを見てもそうだと思います。でそういう作り手が増えるってときに現地のお酒を作るっていうときにもやっぱり水質を加工してたら絶対現地のお酒にはならないっていうのが一点ですね。しそのあえて香水を使うことによる醸造法を我々が確立してしまえばそれで一気に作り手の数が増えるよっていう増えるんではないかっていう期待もあります。で、香水っていうのはすごい、微生物にとっては、かなり嬉しい環境なので、実はですね日本でも江戸時代ぐらいまでは香水の方が仕込みやすい、むしろ軟水の方は、いいお酒ができないっていうふうにまで言われてたことも実はあったりするんですね。もともと全然香水作るっていうのは全く違和感ないことで、で、そのため今の状況だとどっちかっていうとその酵母が勢いが与えすぎちゃう、かなり発酵がわーっと促進してしまうのでそこをコントロールするのがとても大変っていうのが、かなり、フランスでの酒造りで苦労していることの一つでもあります。で、やっぱり結構お米もかなり磨いてないお米を使うとかなりなんて言うんでしょうね、味が重たくなってしまうっていう傾向にあるので、でそこを工夫、解消するための工夫も、これは麹で結構改善することができるんですけど、米麹の生育の仕方もですねすごいこだわった、いろいろ試行錯誤して、作ることによって、そういうお米でも磨いてないお米を使っても、くどくなく飲みやすいけど味わい深いようなお酒を作れるように、苦労したっていうのが一点ですね。ということなんですけど、まずは飲んでいただきたいのはお米とお水、あと米麹だけで作ったシンプルなこのお酒ですね。それ甘酸っぱくてかなり飲みやすく仕上げています。他にも実は2種類ございまして、こちらはあまり日本で取り扱ってなくてフランスで主に流通しているんですけれども、1つがワイン樽で熟成させたお酒です。でかなり濃厚な味わいなんですけれども、実はこの3種類の中でかなりフランスの方に受けがいいのは実はこのお酒 でかなり社内のフランスの社内でも実は人気が高いお酒です。お米の味わいも濃厚なんてすごい多く感じるんですけど、樽由来のフレーバーとか熟成してとろっとした感じが出ているのでとてもおすすめですね。もう一つあって、それがお酒の発酵の途中にですね、レモンとバーベナを使ったお酒になります。かなり、フランスの方には馴染み深い、フレーバーだと思うんですけれども、実は日本酒ってそんなに香りが強く出ません。なので僕たちはもうかなりその世界、いろんな食と合わせられるようにっていうところも、含めてですね、日本酒の米の発酵の途中にいろんな副原料を入れたりすることに挑戦しています。でフランスではこのレモンと、バーベナを使った、お酒を、主に醸造しているんですが、かなり香りも心地よくですね、昼間から飲めてしまうようなお酒なので、こちらも、おすすめです。
で、ここには、基本的にインターネットで販売しております。動画の概要欄にリンクありますので、よかったらそちらからご覧いただければと思います。Après l'interview, on a dîné dans le restaurant. Nous me présentons quelques sakés de Wakase. Alors, ça c'est le saké trouble, double loque avec de la bière. Bon appétit. Ça sent la bière. Comment dire, c'est assez crémeux la texture et en fait le goût c'est vraiment de la bière. Ben, la bière, 80% la bière et 20% saké, enfin, saké trouble double loco. Mais ça c'est un peu sucré. Oui, là, comment dire, l'arrière-goût ressemble au fromage. Oh. Mais c'est, ça c'est bon. Je vais essayer. これすげえ。マジ？ジンタルはジャスミン茶をベースにローズペタルとかハイビスカスを使った花茶というお酒になります。それをウィンナイン茶発酵という瓶の中でスパークリングさせた昇華するお酒になります。へえ。めっちゃいいね。お花の匂いする。あ、もう？さそう。デフロー。Quoi? Elle est comment? Ah bon? C'est fort? Non, pas très fort. Ah bon? Hi. Donc ça c'est la vie. Et toi? Sola.ソラ、ソラさんだね。ソラさん。ラブテイ、très mignon。こちらは和のボタニカルを使っていて、ユーフィール、レモンピール、山椒を使っている、ちょっと柑橘系の女性にとても人気なお酒です。すごい、もう香りがすごい。めっちゃいいな。なんていうんだろう、香水みたいな、香りがすごい強いから、だし飲んでからも、なんか香りの印象がすごい強い。こちらはフランスのパリにある若手の蔵で作ったお酒で、全量フランス産の原料で作っていて、お米もフランス産カマルブのお米で、フランスのお水で作っている。ça c'est la vie、うん、これ結構なんだろう、アルコール感強いんだよね。これなんだろうな、すごいやっぱあの濃厚味が、俺はこれすごい個人的には好き。そのそこまでフロガルではないんだけど、これみたいな感じじゃないんだけど、その日本の先にすごい近いのはこれだと思う。へえ、うん、ただ日本の先よりあのなんだろう、米の味が強い、米の味が強いわけではないんだけど、うん、日本の先よりあの甘いかな、ちょっと、うん、あの後味は結構すっきりな感じなんだけど、印象、飲み口すごい甘い感じがする。甘くて結構強い味が、うん。En fait, on est venu boire du saké fabriqué en France, mais ce qui est incroyable, c'est que les plats sont super bons. C'est, je m'attendais pas en fait comme ça, c'est, n'est-ce pas, Julie? Trop, trop, trop bon. Si vous allez venir au Japon, je vous conseille de venir dans ce restaurant, vraiment. Et surtout, karaage et Banya kauda aussi, les légumes. Et super, super, en fait, c'est la sauce. C'est la sauce qui est super bon. C'était vraiment, vraiment bon. Et je me demande combien de fois on a dit. Délicieux.
Et je vous dis un truc, c'est que les employés, parce qu'ils travaillent dans ce restaurant, dans cette fabrique, le saké sont super sympas, c'est incroyable. Et surtout le chef, le propriétaire plutôt, le propriétaire du restaurant, elle s'appelle Tanabe-san. Elle est vraiment sympa, très gentille. Elle nous explique en fait tout ce qui concerne le saké et les plats. Et c'est. Ouais. Elle nous comment dire. Son sourire. Un sourire. Est très mignon. Ah oui, c'est vrai. Elle est très sympa. Saki, Tanabe さんがすごい感じがいいって褒めておいたので、はい、bon, c'était super bon et merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous serez intéressé pour le saké et grâce à cette vidéo. Et merci beaucoup pour votre participation. Merci à la prochaine.